ここさ、こっちから行ける？ここから飛べるよって言われた。本当かよ。本当かな？はっ！おー、届いた。マジだ。おっす、おっす、おっす。お、やばい。やばい、やばい。暴れろー。暴れないな。暴れろよー。変わらんな、攻撃方法。こいつとまともに戦ったことなかったけど。暴れないな、あんまり。もっと暴れるもんだと。暴れろよー。肩をくぐって、うん、かなりパワーアップしたからガゴ嘘強いんじゃないか。よし、もっとしぶとかった印象あるもんな。何も出ねえ、何も出ねえし、何も起きねえ。あったか。 Give me soft warm soft warm か soft。 これあれでしょ、明らかにあのゴミくずでしょ。ゴミくず渡そうぜ。怒られたりしないから。はい、どうすか、ゴミくずですけど。え、何も言われない。これそもそもプロロしたらなくなるかどうかっていうのが分かってないから、一旦なんかいらないもの捨ててプロロしてみよう。プロロってなんかリセットすることらしいけど、なんかいらないさ、一回猛者兵士の盾を捨てる。 OK。 No, no. あ、出るじゃん。 That, no. That, no warm. That, no soft.さっきまでは良かったじゃんか。え、知ってる。え、もしかしてゴミくずは良かったの？ゴミくずは？これなくなっちゃったりするのが怖くてさ、逆に。逆にって。なくならないんだったらこれでやるけど。ほら、なくなるじゃん。え、なくなるでしょ。せっかくコメントがあるんだから。はい。何も言わないんだよな。なんで何も言わないんだお前。ゴミくずなくなったら俺ショックなんだけど。ゴミくずなくなったらショックだから、ちょっとコメント待つわ。このままプロロしていいのかどうか。はい、という新編でした。攻略見ろや、このめんどくせえな。なるけど、コメント待ちます。だって何も言わないんだもん。それあったかふわふわ、やったありがとう、何かあげるよみたいな、ならんのかい。あ、そうだ、久しぶりにこのおっちゃんに。 Hey, hang on. はい、あんた Is that お a sorcery emblem? Sorcery emblem? Sorcery emblem だったら、すげえビンハイムだって見たことねえ。すげえ火だ。なんだ、それ俺にくれ、頼むお願いだ。あ、まあ別に使い道ねえし、そんなすごい日見たかったことにはできねえよ。はあ、あげる。あんた最高だ。 You are wonderful。 リッケルとの最高傑作をお見せするぜ。あんたも英雄にする。おお、まあでも俺魔力武器とかいらんし。おお、アイコンが進化させられるもの持ってね、今。魔力武器がどんなものなのかも、あれ、魔法武器と魔力武器が違うだっけ、よくわかんねえわ。魔法の種火の説明文もう一回見とくべきだった。話してみよう。What is it?
なんだおめえ。We're both cursed. Undead. 冷てえじゃねえか。うるせえ。嘘団子。クソ団子、クソ団子、クソ団子、クソ団子。大発火買おうぞ。大発火強いって言われてた。大発火安定。え、これ持ってないっけ、発火って。あ、持ってるよね。あっちのおっさんから買ったから。ってことかな。炎の嵐。I have a favor to ask. なんだ？ My mother. 私の母イザリスはかつて最初の王の一人だった。Was one of the primeval lords. Her power came from the. 最初の火のそばでソウルを見出し、その力で王になったんだ。そして母はその力で自分だけの炎を起こそうとして、それを制御できなかった。本当の炎は母も妹たちも飲み込み、異形の生命の苗床にしてしまった。だが私だけは逃げ出してこんなところに。母も妹たちもずっとずっと苦しんでいるというのに。だからお前に頼みたい。母と妹たちを混沌の炎から解放してやってくれ。ケイオス。私にはできない。その力も覚悟も。そんな。勝手なことは分かっている。だがお願いだ。みんなを解放してやってくれ。母の野心が不尊なものであったとて、千年だ。もう償いは済んでいるだろう。なるほど。なんでこの話進んだんだ。あのオールロンド行ったから。わかった。わかりました。頑張ります。誠実に付き合っていく。行くぜ。よし、ここまで戻ってきたぞ。くっそ、長いんだよ、ここまで来んのがよ。ほんと。で、残り7個か。視聴者の話によると。あげます。混沌の嵐。やった。混沌の嵐って何ですか？話せる。話せはしない。まあまあ。言葉と謎なくとも、私は満足です。あなたに仕えて幸せです。で、混沌の嵐。イザリスの魔女とその娘たちを飲み込んだ混沌な炎の技。混沌な、簡単な炎の技。周囲にいくつもの混沌の炎の柱を吹き上げる。最初の火を作ろうとした魔女の野心は異形の生命の苗床、混沌の炎を生み出した。使用回数20回。20回とか絶対嘘だろ。1回で10使うとか間違いない。俺は信じない。使ってみよう。呪術の火。ちょっと待って。これ並び替えておこう。呪術の火と、ロングボウ近くに置いておきたい。こうすることで、さささっと、取り替えれるようにしたい。これで、ロングボウを、呪術の火、みたいな感じで。よし、じゃあ使おう。混沌の嵐。おお、おー、3しか残んねえ。なんだこれ。3って。使うと。使えるか。じゃあ20使え、全部。なんじゃこの。使いづらいの。ところで俺、アルトリウスの紋章持ってるんだけど。通れたりしない？渡れたりしねえかな。混沌。あ、混沌の、あれ？深淵か。混沌を歩くことができるじゃないや。深淵を歩くことができる。深淵は歩けるかな、アルトリウスの紋章で。でも溶岩のことかなって言った時にその通りみたいなコメントなかったような気がするな。じゃあ違うような気がする。ま
そんなこと言っても始まらん。てか混沌の嵐が外すことになっちゃう。暗月外すとしまった。深淵、さあ深淵を歩けるか。歩けねえ、ここ深淵じゃねえ。そりゃそうか。この前はなんか急に消えてたけど、とりあえず一匹端っこの方から撃ってみようか。シュッ。お、気づいた。届かなかったな。もうちょっと上狙ってみる。シュッ。届かなかった。結構でかくね、よく見たら。あの遠近法で分かんなかったけど、でかくねえか、お前。さては、あ、え、モズのデーモンか、これ。空っぽいな。めちゃめちゃいっぱいいたけど。いった、死ぬわ、やば。逃げよう。よし、混沌の嵐だ。いて、混沌の嵐早く使ってくれ。おお、強い強い。あ、強い強い、一発で倒した。なんとかなったか。1200。全然嬉しくねえ。全然嬉しくねえ。なんじゃそりゃ。じゃ次はこいつに噛まれよう。もうなんかどうでもよくなってきてない。この世を憂いて。もうこの世はダメだ。俺も卵を背負うんだ。いて、ちょっと それだけ。いて。いて。それだけ。ちょっとこれでもう卵を埋めつけられたってことでいいのかな。ちょっと痛いわ。しっかりしっかり頼みます。しっかり頼みます。何匹か倒して。いや、痛い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 。あ、なんか来た。これか。やった。なんか変わった。なんか変わったか。特に今ので良かったんだろうか。なんか怪しい感じになったから、よかったんじゃないだろうか。とりあえずストップ。ここからはグロ注意の可能性があります。はい、うわあ、強い。ちきしょう。でもやれないことなさそうだな。武器強化したおかげか、そんなに難しくないかもしれない。行くぞーい。怖いよ。そんなことより俺、体に異変があるのが怖いんだけど。大丈夫？なんか頭かいてなかったか今。ちょっと待ってくれ。今の何？あ、やばい！やばいやばい！やあ、出た！あ！え、ちょっと待って、今頭の防具が。ああ、装備できなくなってるってことね。ぶっ壊れたのかと思って今。なんじゃこれ、チンコ頭みたいになってる。やったー、やったーじゃねえし。兄貴ー、ウェッ、おお前、我らと同じになったのだな。お主の誠意はよくわかった。だがあれだ、さすがに頭はきつかろう。頭はきつかろう。あ、頭になる人はあんまいないんだ。よければこれを使うといい。もはやわしには必要のないものだから。おお、やった。いや、いいんです。僕はこのまま一生遂げます。Oh, hello. 何か理由なのか。そういえばお主、呪術に興味はないか。パイロマンシー。この術みたいなこと。わしの火を分けてやる。え、何それ。くれ。
ああそういうことか。お主も姫様の従者だからね。力を持っておいた方がよい。優しくなった。わしらは皆不死だって。病にまで侵された厄介者さ。大沼の大クソみたいなもんだ。だがな、姫様はそんなわしらのために泣いてくれた。そしてクラーグ様の言うことも聞かず、わしの海を飲み込んだ。病の海を飲み込んだ。そっか、それなんか飲み込まなきゃいけないものだったんですか。よくわかんないけど。これってこの頭になってることによる得することは何かあるの？防御力減ってるってことなのかな。まあ頭装備つけなくなるわけだからあんまいいことないか。よし、このまま行こう。よし、やめた。これが成功法か。おお、さあタイミングを音をよく聞いて。よし、避けた。なんだ、別に無敵時間利用しなくてもこのローリングの移動力で受けれるな。ほい、タイミング分かりやすいぞ。攻撃パターンさえ変わらなければこのままいけるかも。はい、やった。結構簡単に倒せちゃうかもしれない。同じようなパターンで、ほら、これで全然いける。お前そんな強くないな。実は俺の武器レベルが足りなかっただけだな。さては、でもどうなんだろう、あのオールロンドで詰まってこっち来ちゃっていいんだろうか。あ、やばい、なんか違うことされるかも。同じことばっかりしてきてくれ。攻撃パターンはたくさん見たいけども、割ともう見切ったような気もするし。よし、なんか溶岩巻いたりとかしてたよね。それはなんか意味あんの。攻撃しちゃっていいかな。やめとこう。基本的に横にローリングしてれば勝てるんじゃないだろう。倒せ。 OK、 終わった。倒しちゃった。そんな強くなかった。え、びっくりした、落ちたかと思った。ゲームが倒せば通れるようになるだけか。なんだ、単純だった。なるほどね、なるほどなるほどなるほどな、そういうことか。でなんか大王の力みたいなのが手に入んないの。大王の力で封印されているアノールロンドに、あのロンドの方を進む道を、進む道が開けたみたいなさ。まあ、いっか。あれ？ソウル量としてもあんまり強くないな。先に来るはずだったのかもしれん。なんか2万とか、最近は基本的に手に入ってたのに。順番的に、でも違うよな。闇村クリアした後だから、クラーグ倒した後だもんね。そう考えると2万ないのがおかしいね。なんでソウルそんな少ないの。